こんにちは。自撮りのシーズンがやってまいりました。ということでね、またしても自撮り棒を買ってしまいました。今回の自撮り棒は Amazon で買ったセルフィースティックっていうね、2000円弱のものなんですけども、なんとですね、もうぶち破った状態で送ってきましたね。まあ、Amazon の愛嬌ですね、こういうのはね。はい。で、バーッとね、そのまま出ちゃうんですよ。蓋がちゃんと閉まってないというね、返品商品なんじゃないかなと思いますけども、まあ気にしない。で、これが現物です。ね。なかなか大きめでたくましいでしょ。これはね、実は三脚の安定感があるんじゃないかなと思って買ってみたんですよ。で、こういう風な感じで、あ、リモコンもついてますね、リモコン。これが確かね、そのまま外れるんじゃないのかな？外れないですね、なぜかね。まあいいや、後で細かくやろうかな。で、これ開かないですね、またね。どうやるんだろう。なんかね、レバーを引き抜いて上にスライドさせてリモコンを取り出しますってありますね。レバーを引き抜いて、あ、こうか。こういう風にして伸びるんだな。で、リモコンが、はい、取れます。このリモコンは遠隔でこうやってね、スマホとかを操作するときに使うわけなんで、自撮りに最適でしょ、これね。このリモコン。なんか、電池で動くのかな、やっぱりな。あ、ここに電池の穴があります。これ、ピッと開くと、リチウム電池、ボタン電池が出ると思います。で、ここに差し込んでおくと、なんか外れてね、落ちることもないですから安心ですね。その上で、下の三脚を開くのかな。これ下手にね、無理にやるとバキッと折れてね、その瞬間終了になっちゃいますんで、ちゃんと開け方、あ、いいね、開け方、ゆっくり開けてください。そうすると、お、やっぱり抜群の安定感だ、これは。うん。やっぱね、下の支えが大きいから、このね、上にスマホの、iPhone Pro Max みたいなでかいのでも、こう安定してさせますからね。もちろんデジカメでもいいですし、これはどうなるのかな？あ、こういう風になるんだ。うん。こうなって、こうか。こうですね。あ、こうやって開くようになってますね、ここがね。こういうふうに、アジャスターがインって感じで開いてね。これも折らないでくださいよ。強引にやらないこと。で、これに、結構硬いな。硬いから安心してグリップしてくれそうですね。じゃあ、iPhone をここに挿してみましょうか、早速。私の場合は Pro Max で画面がでかいですから、あ、しっかりと押さえてくれそうだ、これは。はい、でケースを私使ってますんで、ケースがですね、ちょっとこう、弾くような感じになっちゃって、もしかしたら撮影中に弾け飛んでしまうかもしれません、これは。そこだけ用心していただいて、こうね、刺していただければ、お、大丈夫ですね。で、あとは三脚のこの支えがでかいんで、もうしっかりと支えてくれそうです。お、これはいいな。やっぱ思った通りのものが買えました。うん、しっかりと、でかいのも刺さるし、ここにね、なんかこう、鍵の手がついてるんで、外れにくくなってます。きちんとだから iPhone を装着すると、あと iPhone ケースが太いと、ケースを外さないといけないと思いますけども、私の場合は薄いのを使ってますんで、そのままはめられます。大丈夫だ。うん。で、くれぐれもここをね、下を壊さないようにするために、この上に引くような感じですね、ここをね。上に引くような感じで、やるとここが開きます。だからここを無理やりこっちをね、開いちゃうと壊れやすいんで、上を引いて、こうやって収納するようにしてください。はい、で、あとはね、すごい伸びますんで、これが。多分2メートルぐらいまで全部で伸びるんですよ。で、あとこれあまり伸び縮みをいっぱいすると、擦れて摩擦がなくなって、こう、立てた段階にもシュトーンと落ちるようになっちゃいますんで、そこは用心ですね。すでに私のね、この自撮り棒がダメになった原因のナンバー1なんですけども、使いすぎて、この、なんか、摩擦がなくなって、伸ばしても勝手に落ちちゃうんですよ、16で。だからセロテープではめるようになっちゃって、不自由になると、そうなると使いにくくなっちゃって、使わなくなっちゃうんですよね。だから常にこの自撮り棒に関しましては、定期的に2000円ぐらいかかるものだと思って、買い替えていくことをお勧めします。それでは、今回はセルフィースティック Amazon で2000円ぐらいのものでした。